皆さんご視聴ありがとうございます。本日はこちらですね、サブアカで銀ボール5回と金ボール4回引いてきました。はい、なぜ過去形かと言いますと、うまく録音ができてなかったからでございます。はい、なので音声後付けなんですけれども、一生懸命実況していくのでよかったら見てってくださいって言ってると、しれーっと銀ボール1回目引いてました。黒横金ずれるか。はい、ずれた。さあ出てきた選手はなんとギャレス・ベイルということで、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、リアルタイムで実況してるときはめちゃくちゃ叫んでましたね。はい、こちらですね、本アカウントで持ってないんですよ。超嬉しかったですね。183センチ29歳、適性も広いで、なんといってもこのキック力、スピード、瞬発力全部80後半超えてるで、スキルも豊富と。最近ね、レアルマドリードからいなくなるんじゃないか、退団するんじゃないかっていうね、噂が流れてますけれども、どこ行くんですかね、トッテナム戻るんですかね、ということで2回目行ってましたね。はい、2回目はこちらですね、シルビオ・ロメロ選手でございます。さあ、ロメロ選手の次は黒来るか来ないか、どっちなんだっていう話なんですけれども、さあ3回目行きましょう。さあ来い、金来い、黒来い、黒来いって言ってるかな。さあどうだと思ってたら、一面銀世界できた選手はこちら、フィン・ボガソン選手でございます。フィン・ボガソンって先日 FP で来てましたよね。来てなかったっけな、なんか聞いたことあるんだよな。アルフレド・フィン・ボガソン、噛んじゃいましたが、はい、編集なしで行ってみましょう。ということで4回目かな、出てきた選手はこちらでございます、マルコ・ピャッツァ選手でございます。ピッツァみたいな感じですね。はい、ごめんなさい、ピャッツァ選手でございます。はい、では続いて4回目かな、行ってみましょう。あ、ラストだ、ラスト5回目か。さあ出てきた選手は黒で始まり黒で終われるかっていうところなんですけれども、銀で終わると。出てきた選手はこちら、ブレッシュ・デジャ・エグル選手でございました。はい、ヘントの選手ですね、ベルギーリーグに所属する。はい、ちょっと疲れて唾を飲んでました。はい、ということで金ボール早速1回目行ってみます。さあ出てきた選手は黒来いと言ってたら、一面金世界。さあ出てきた選手はこちら、ガストン・ペレイロ選手でございます。ポルトガルリーグかな、オランダリーグかな、ちょっと忘れちゃいましたね、 PSV どっちだったかな、ポルトガルかなと言ってると、2回目金でした。はい、さあ出てきた選手はこちらでございます、トマス・ストラコシャです。噛んじゃいましたがそのままいけます、トマス・ストラコシャでございます。ラチオのゴールキーパーで、先日クラブセレクションか週間 FP か忘れちゃったんですけれども、来てましたね FP で。僕は当てれなかったんですけれども、まあ欲しくもなかったんですけどって言っちゃうと怒られそうなんですけれどもって言ってると、マルコス・アクーニャ選手が出てきました。もうね、ずっと喋ってるんで疲れるんですよ。ということでラスト1回、さあ黒で始まり黒で終われるかっていうところなんですけれども、まさかの黒が来ると。そして出てきた選手はこちら、マンチェスターシティの正ゴールキーパー、エデルソン・モライス選手でございます。こちらの選手、キック精度がめちゃくちゃ高いんですよね、ビルドアップでめちゃくちゃすごい選手なんですよ。 YouTube で今度皆さん見てください。そして昨日ね、レスターにコンパニーがミドルシュートを決めて 1-0 で勝ってましたね。何なんですかあのシュート、コンパニーあんなシュート打てるんですね。そしてクリアリングが90を超えてましたね。はい、でスキルが低弾道ファントキックを持っていると。はい、ありがとうございます。今日はねこんな感じで終わっていこうと思います。ちょっとねずっと早口で疲れたんですけれども、なんか楽しかったです、新鮮で。はい、ということでまた次回の動画も楽しみにしててください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。